レッド・ツェッペリンのココロックアルバムアーティスト、シングルをリリースするのが当たり前の時代にあえてアルバムにこだわってシングルをリリースしなかったココロック。そもそもロックンロールが誕生した1950年代半ばからビートルズが登場してきた60年代の半ばぐらいまでの10年間とかいうのはですね、もうシングル中心と言いますか、ロックンロールのレコードといえばシングルが当たり前といった時代で、アルバムというのはそのヒットシングルの単なる寄せ集めプラス新曲が何曲か入っている今でいうところのベスト版といったような扱いだったんですけれども、それをまずね、ザ・ビートルズがシングルでリリースした曲はもうアルバムには収録しないという方針を取ってからですね、アルバムで表現するといった流れになっていって、1966年にザ・ビーチボーイズがペットサウンズ、そして翌67年に名盤ザ・ビートルズがね、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドをリリースして、1969年にはザ・フーがトミーといったように、アルバム1枚を通してトータルでコンセプトアルバムとして作品をね表現していくといった流れに、もうロックシーンがですね大きく可能性を広げていった時代だったんですけども、今はまたねアルバムがあまり聞かれなくなってシングルの時代に逆行しているようなところもあるのかななんて思ったりしますが、そういった、ロックの可能性がとにかく広がっていく中で登場してきたのが1969年デビューのレッド・ツェッペリンだったんですけども、ツェッペリンはもうデビューからですねコンセプチュアルなアルバム制作をモットーにするということを決めて掲げて、なんと本国イギリスではシングルをリリースしないと決めて活動して、現にですね75年までですか、6年間シングルをリリースしなかったんですけども、さっきも言いましたけども、まずシングルをリリースしてヒットしたらじゃあアルバムも買ってみようかなというのがですね従来のロックシーンだったんですけども、そこにですねあえてですねシングルをリリースしないという方針を取ったことによってですね、このバンドはすぐにアルバムで買うべきグループなんだということを認知させて、それが最も顕著になったのが1971年にリリースされた4枚目のアルバム、通称4とか4シンボルズと呼ばれるアルバムなんですが、なぜ通称なのかと言いましたら、そのアルバムのジャケットにタイトルはおろか情報を一切載せなかった、そんな前代未聞のリリースのアルバムにもかかわらずバンド史上ですね最大のベストセラーとなって、そしてレッド・ツェッペリンの代表曲になる天国への階段ステワイトゥヘブンも収録されていたんですけども、レコード会社やっぱりねその天国への階段をシングルとしてリリースすべきだと相当なプレッシャーをかけてきたらしいんですけども、それを突っぱねたことによってよりアルバムのセールスは火がついてですね、もう余計に売れまくって代表作になったという流れがあるんですが、その天国への階段、アメリカでもねシングルとしてはリリースしないということを堅くなり守ったんですけども、2003年ですから今から20年ぐらい前の時点で、なんとアメリカのラジオ局で累計で300万回もオンエアされた。もうそれからまたね20年経ってますから500万回ぐらい行ってるんじゃないかと思うんですけども、アメリカのラジオ局というのはですね完全にジャンル分けされていて、ロックばっかりがかかる曲、ヒップホップしかかからないとか R&B だけかかるといったようにジャンル分けされてるんですが、そういったジャンル分けされている中、当時ロックがかかる、天国への階段がかかる可能性があるラジオ局が1000局ほどあったそうなんですけども、その1000局がね300万回という数字を達成するには、例えばその1000局のラジオ局が毎日必ず1回、1日に1回オンエアしてもおよそ3000日、約8年以上はかかるという計算になると、それほどすごい曲が、なんと大ヒット曲がシングルではなくアルバムの中の1曲だというのが本当にすごいことだなと思うんですけども、さらにすごいのがその天国への階段は8分もある長い曲であると、これがですねおよそ3000日1000曲のラジオ局で毎日かかったと考えたら本当にすごい偉業だななんて思うんですけども、前回紹介したレッド・ツェッペリンの中心人物ジミー・ペイジがね、我々はヒットシングルは欲しくなかったと、単に後世に残る本当の意味での音楽を作り続けたいだけなんだということを発言していて、それをまさに実現したロックの可能性をね、もうアルバムで作品を通して表現するという可能性を追求した結果、アルバムから生まれた最大のヒットが天国への階段ステアウェイトゥヘブンという、これは本当に、すごい事実だななんて思ったりします。そうこうでした。